サッカーガイアナ代表は、ガイアナサッカー連盟により構成される、ガイアナのサッカーのナショナルチームである。ガイアナは、南アメリカ大陸の北端に位置するが、南米サッカー連盟には所属しておらず、北、中米カリブ海、サッカー連盟及びその下部のカリブ海サッカー連合に所属している。ホームスタジアムは、首都、ジョージタウンにある、プロビデンススタジアム。1905年、ガイアナと同様に当時イギリス領だったトリニダード・トバゴと初の国際試合を行い、1-4で敗れた。その後は数年から十数年に一度トリニダード・トバゴやオランダ領ギアナ、バルバドス、ジャマイカと親善試合や3カ国によるトーナメント戦を行うにとどまった。1959年3月2日にはイギリス領ギアナとしての最後の親善試合をトリニダード・トバゴと行い、2-2で引き分けた。1966年の独立後初の国際試合は、1971年9月に行われた1971コンカカーフ選手権予選のスリナムとの2連戦であり、初戦は1-4、次戦は2-3で敗れ、本大会出場は果たせなかった。カリビアンカップには1990年の第2回大会から参加しており、翌年には本大会に出場し4位の好成績を残したが、以降は予選敗退やグループリーグ敗退が続いている。コンカカフ選手権には先述の1971年大会にのみ参加した。コンカカフゴールドカップに改称後は、第1回大会である1991年大会から参加し、予選敗退が続いていたが、2019年大会で本大会初出場を果たした。ありがとうございます。